長田持つ小張保は、19世紀初の真の代表的海賊の一人、高州府深海健康門賃の出身。香港近海をねじろとし、最盛期には、配下数千人、千績を超える大戦乱を従えた大海賊。両主の子であったが、15歳の時、大海賊の定位置に拉致されて、海賊の一員となる。美少年であった。 長田持つ子は、帝一に木に入られ、ほどなくして頭木に取り立てられる。帝一の死後は、帝一の妻の一守備の信任を受けて、帝一の組織を継承。赤い旗を旗印にしたことから、高期パンと呼ばれた集団を引き、帝刀の乱の頃南シナ海で最大の勢力として、関東沿岸一帯にかけて活動した。しかし自身が、大変貧しい家の出であった。 長多もつは貧乏人には食料や金品を与え、古文には貧乏人からの略奪を禁じるなどしたことから、庶民からは貧しい人を救済した義族として人気があった。1810年、両校総督の百例の海賊鎮圧策の前に降伏。海賊組織は解散させられたが、長多もつは武官として取り立てられ、1822年に没している。 蝶多つ子の財宝の隠し場所であったという、長歩道は、長須島の観光名所だが、これ以外にも香港には、蝶多つ子に関わる史跡が多数残っている。蝶多つ子の後期パンの観戦の乗組員となったのは、香港海域の漁民である可能性が高く、この地域の漁民からは現在でも慕われている。ビクトリアピークの香港名、バタヤマは、 超多持子が時期を掲げたことからその名がついたというし、そのビクトリアピークに至る超多持子宮道も現存。超多持子が主人公の香港映画、大海島、武将元張保護、土海、共闘2007年の映画、パイレーツ・オブ・カリビアン、ワールド・エンドにおいて選ばれし9人の伝説の海賊の一人である中国人海賊の長サオフェンのモデルとされている。 ありがとうございます。